最も欲しいスタンド能力。ジョジョ作品を見ていると、あーこんなスタンド能力あったら便利だろうなーとついつい思ってしまうようなことがあるんじゃないでしょうか。そんなスタンドたちの能力は、壊れたものを元通りに修復できるもの、何でも紙の中に収納できるもの、天候を自由自在に操ることができるもの、時を止められるものなど様々です。というわけで本日は、日常生活において最も欲しい能力はどれなのか、スタンド能力ランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは本チャンネルで実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数84000、コメント総数1259件。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございました。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。それではスタート。第12位、ヘイヤー。まず初めにランクインしたのは、ポコロコの所有するスタンド、ヘイヤー。小さな姿をしている自我を持ったスタンドで、その能力は常にそばにいて励ましてくれるというもの。そう、ジョジョの中では超珍しい、何の能力も持っていないスタンドである。コメント欄では、仕事頑張ってるね、お疲れ様、君ならできるってひたすらねぎらってもらいたい、今の会社に一番必要なスタンドだと思うとの意見が寄せられていた。これだけ多種多様な能力で溢れているスタンドたちの中から、ヘイヤーをあえて選んでしまう人、ちょっと精神的に来ているのではないかと少し心配になりました。最弱のスタンドランキングにはたびたび名前が上がってしまうヘイヤーだが、厳しい現代社会と正面から戦っている人たちにとっては、身近でねぎらってくれるというのは何事にも変えがたいのかもしれない。見事にランクイン。第11位、ザ・ハンド。続いてランクインしたのは、ジョジョ第4部に登場する主人公ジョースケの相方奥安が使用するスタンド、ザ・ハンド。その能力は、右手で空間をつかみ削り取るという豪快な力。あらゆるものを消せるだけでなく、空間を削り取り遠くのものを瞬間移動させるという使い方も可能。日常生活においては、ゴミを削り取ることで捨てに行く手間が省ける、空間を削り取ることで遠くにあるスマホを瞬時に取るなど、様々な使い道がありそうだし、本気を出せば片っ端から廃棄物を処分して地球の環境問題にも貢献できそうな、とんでもない能力ですよね。またコメント欄では、嫌いなやつを空間ごと削り取って消すといった物騒なコメントもちらほら見られた。いやー、この能力を手にしたのが心優しい奥安でよかったと本当に思います。使い方は人それぞれだが、コメント欄で多くの注目を集めており、見事にランクイン。第10位、スティッキーフィンガーズ。続いてコメント欄で注目を集めていたのは、第5部に登場するブチャラティが使用するスタンド、スティッキーフィンガーズ。その能力は、拳で殴った部位にジッパーを取り付けるというもの。初めて聞いた人は、え、それだけ?と思ってしまうかもしれないが、その汎用性は半端なく、コメント欄では、かくれんぼ最強、家の鍵がなくても入れる、トイレを作れる、傷口を塞げる、人の中に入り移動ができる、ジッパーで腕を伸ばせる、など様々な使い道が述べられていた。もう少し能力の説明をすると、ジッパーはある程度距離を離れると消滅するが、ジッパーの中にしまったものは残る。ジッパーを再びつければ、しまったものを取り出すことが可能。なので、例えば、地面につけたジッパーの中に車を駐車して、その場から離れるといった、どこでも駐車場みたいな使い方も可能だと思われる。アイディア次第で汎用性は無限大。見事にランクイン。第9位、ウェザーリポート。続いてコメント欄で注目を集めていたのは、ジョジョ第6部で登場するウェザーリポート。その能力は、天候や空気を広範囲にわたり操作できるというもの。雨を降らしたり、霧を出したり、風を起こしたり、雷やハリケーンを発生させたりと、天候に関わることであれば、基本的に自由自在。また、30km 先の自転車にピンポイントで雨を降らせたりと、超精密なコントロールも可能な上に、作中では、ヤドクガエルを降らせたり、雲で宇宙服を作ったりと、もはや天候操作の域を軽く超えた神業も披露した。コメント欄では、大雨や台風を発生させて、学校や会社をサボれる。雨が降って欲しくない時、また傘を忘れた時、天候変えで晴れにできる。などのコメントが寄せられていた。確かに、自分が出かける時は常に晴天、サボりたい時は台風って最高かもしれません。見事にランクイン。第8位、エニグマ。続いて便利能力として選ばれたのは、第4部に登場する宮本照之助が使用するスタンド、エニグマ。その能力は、対象を紙に封印するというもの。生物を封印する場合、対象を恐怖させる必要があるが、無生物の場合は無条件で紙に封印することが可能。折りたたんだ紙を開くことで封印を解除することができる。つまりは、車や船や家など、どんなに大きなものでも折りたたんで持ち運びすることが可能ということ。また、出来たてのラーメンを紙に封印すれば、出来たての状態をキープしたままポケットに入れて持ち運
ぶことも可能。もはやこれってドラゴンボールに登場するカプセルよりも便利ですよね。また友達と旅行する際にも、みんなを紙に封印した状態で移動することで、飛行機や新幹線の無断乗車もやりたい放題。日常生活でも使えて、犯罪方面でも無限にアイデアが出てきますね。自分もアニメを見ていて、この能力はやべえなと思いました。見事にランクイン。第7位、レッドホットチリペッパー。続いてランクインしたのは、音石明が使用したスタンド、レッドホットチリペッパー。その能力は電気を操り、電気と同化するというもの。通電物質のあるところだとどこでも移動が可能で、触れたものを電気と同化させてコンセントに引き込むことによって移動させることも可能。この能力があればほぼ全てのものを盗みたい放題。作中で音石は実際に能力を使用して、総額5億円にも上る窃盗を繰り返していた。盗み以外にも、好きなこの部屋を覗いたり、無料で映画館で映画を見たりと、楽しみ方は無限大。またコメント欄では、嫌いな上司の家の電気代をめちゃくちゃ高くするといった意見も見られた。普段の日常使いで便利というよりも、犯罪方面での使い道が真っ先に思いついてしまう能力ですが、発達した現代の日本社会においては最強と言っても過言ではない力かもしれません。見事にランクイン。第6位、クラフトワーク。続いてコメント欄で多く注目を集めていたのは、ジョジョ第5部に登場するスタンド、クラフトワーク。その能力は本体またはスタンドが触れたものを固定するというもの。まさに近接戦最強のぶっ壊れ能力。作中ではミスターに謎の倒され方をして、あまり活躍するシーンはなかったが、まさに主人公クラスといっても過言ではないチート能力だと思います。シンプルな能力ゆえに、日常生活でもとても幅広い使い道がありそうな気がしていますが、具体的な使用例があまり思いつきませんでした。コメント欄でも多くの方がクラフトワークの名前を挙げていましたが、具体的な使用例としては、洗濯物が好きな場所に干せる、パチンコ台の一部を固定して金稼ぎができる、あれを固定してをやりまくるぐらいであった。まだまだ活用できるシーンはありそうですよね。クラフトワークの上手い使い方が思いつく方は、ぜひコメント欄で教えてください。第5位、パールジャム。続いてランクインしたのは、第4部で登場するトニオ・トラサルディが使用するスタンド、パールジャム。その能力は、料理に混入して食べた人の体の不調を治すというもの。作中では、眼球がしぼむほど涙が出て、眼精疲労を回復。肉がえぐれるように見えるほどの赤が取れて、肩こり解消。虫歯が弾け飛んで新しい歯が生えてくる。などとんでもない効果を見せ、視聴者を驚かせた。コメント欄では、健康はどんなに金を積んでも買えない、美味しい料理を食べて一生健康でいられるなんて最高、店を出せば 100% 繁盛するなど、パールジャムを押す声が多く見られたが、投票ではわずか全体の 8% と意外すぎる結果となった。やはり若く元気なうちは健康でいられることがどれだけありがたいことなのか想像しにくいのかもしれません。ついつい派手で遊べそうな能力を選んじゃいますよね。しかし一部の層からの支持をしっかりと集め、見事にランクイン。第4位、クレイジーダイヤモンド。続いてランクインしたのは、ジョジョ第4部の主人公であるジョウスケが使用するスタンド、クレイジーダイヤモンド。その能力は、壊れたものを直し、生物の傷も直すというもの。この能力があれば、壊れたジャンク品や中古車などを買い集め、新品にし、転売することで、荒稼ぎも可能だし、重傷を負った人たちを片っ端から直して、医者として荒稼ぎすることも可能。頑張れば、ブラックジャック顔負けの天才外科医として、歴史に名を残すこともできそうですよね。コメント欄では、簡単に金稼ぎができる、ぼーっとして皿とかよく割るから助かる、目の前の傷ついた人たちを直してあげられると、様々な意見が寄せられていた。自分自身は直せないというのが残念ポイントではあるが、それを差し引いても十分に便利すぎる。投票では全体の 15% もの票を獲得し、コメント欄でも多くの注目を集めて見事にランクイン。第3位、ハーベスト。続いてランクインしたのは、第4部に登場するシゲチーことヤングーシゲキオが使用するスタンド、ハーベスト。手のひらサイズのスタンドで、特殊能力は持っていないが、驚くべきはその数、なんと数百体以上ものスタンドを同時に出して命令することが可能。作中ではハーベストに街中に落ちている小銭や商品券、宝くじなどを集めさせてとんでもない金額を獲得していた。この能力があれば、単純作業の仕事、掃除、洗濯、皿洗い、風呂掃除などといった家の家事など、ありとあらゆることを命令することができる。まさにダメ人間製造機とも言えるスタンドですよね。もし自分にハーベストがついていたら、一日中 YouTube、 ゲーム、テレビと堕落した生活になってしまいそうです。投票数ではクレイジーダイヤモンドと同率だが、コメント数がわずかに勝り、この順位とした。第2位、ヘブンズドア。続いてコメント欄で多く名前が挙げられていたのが、第4部に登場する岸辺露伴が使用するスタンド、ヘブンズドア。その能力は、空中で漫画を描き、波長が合う人間を本にできるというもの。本にした人間のこれまでの過去や性格、長所や短所など、ありとあらゆる情報を見ることができ、さらに本に文字を書き込むことで、その内容通りに行動させることが可能。つまり一撃で
で KO されると書き込めば吉田沙保里に勝利することも可能だし、自分のことを好きになると書き込めば橋本環奈と付き合うことも可能。とんでもない能力ですよね。コメント欄ではヘブンズドアが圧倒的に欲しすぎる、他人の生い立ちとか興味あるけどなかなか聞けないから助かる、好きな子を本にして俺を好きになると書き込みたいと圧倒的に多くのコメントが寄せられていた。漫画の腕次第ではこの世のありとあらゆることが自分の思い通りになる、まさに神のような力で堂々の第2位にランクイン。第1位ザ・ワールド。栄えある第1位に選ばれたのは第3部のラスボスディオが使用するスタンドザ・ワールド。その能力は時間停止である。ちょっと男子、時間止めて何してんのか正直に答えなさいと女性らしき視聴者からのコメントも見られたが、そんなこと聞くのは野暮ってもんじゃないですか。時間停止は全男子の夢、それ以上の説明はもはや不要ですよね。コメント欄ではいつか時を止めるために毎日ザ・ワールドの素振りは欠かせないという強者まで現れた、たかだか10秒止めて何ができるんだという件もとても多く見られたが、例えばカジノでトランプを入れ替えてイカサマしたり、試験でカンニングしたり、ムカつくやつを思いっきりぶん殴ってストレス解消したりと、使いどころによっては10秒足らずでも実用性は高いと思いました。投票では驚異の 57%、 半数以上というこれまでにないほどの圧倒的な票数を獲得し、見事第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。私個人的にはやはりパールジャムですね。どんな病気も治す能力、自分が作ったコロナ撃退カレーを全国にばらまいてクソったれな自粛に終止符を打ちたいですね。また動画本編では紹介できませんでしたが、物に命を与えるゴールドエクスペリエンス、時間を巻き戻すことができるマンダム、移動が気持ちよさそうなホワイトアルバム、何でも爆弾に変えることができるキラークイーン、スパイダーマンごっこができるハーミットパープルなどもコメントが寄せられていました。このように本チャンネルで実施したアンケートの結果を元にしたランキング動画を増やしていこうと思いますので、皆様よろしくお願いします。また本編で使用したかっこよすぎるジョジョ BGM は水木様のチャンネルよりお借りしました。他にも最高な EDM が多数上がってますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それじゃまたね、バイバイ。